また友のものもつけずに出歩かれたようですな、ダーサー様。一人で魔石港から出てまいりまして、よからぬ連中の仲間ではないかと。私はさらわれてきた。帰ろ。一人で出てくるのが疑わしいのなら、私も同罪でしょうか。ハルム卿、屋敷の客が一人増えても構わないでしょうか。はは。ジャッジギース、あなたの忠告に従い、これからは友を連れていくことにしましょう。困ったものですな。よろしく、パンネロ。あ、はい。なんでパンネロが、何考えてんだよ、ラモン。ラモンじゃない。ラーサー・ファルナス・ソリドール、皇帝の四男坊、ベインの弟だ。な、あいつ。大丈夫。彼、女の子は大切にする。フランは男を見る目はあるぜ。ポンドールの屋敷だな。問題はどう接触するかだ。公爵は反帝国組織に金を流してる。そっちの線だな。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。ポンドール校の発表は嘘っぱちだ。連れてきたぞ、ハバル。こいつが将軍だとよ。似ても似つかんな。やっぱり別人か。たちの悪いいたずらしやがって。ただのいたずらならいいが、そこらのガキがローゼンバーグ将軍を名乗るとは思えん。締め上げて背後関係を剥がせろ。最近帝国の犬が嗅ぎ回ってるからな。あんたらの組織と公爵の関係をかい。町のガイドを隠れ蓑のに諜報活動か。酒場の奥がアジトとはまた古典的だね。なんだてめえら。待て、あんた本当に生きていたのか。
は元気なんですね。帝国に連行されたからもうすぐに会えますよ。それまでは僕があなたをお守りします。そんな、それにしてもラバナスタの帝国軍はやりすぎのようですね。僕から執政官に話しておきます。え、ベイン・ソリドールは僕の兄です。執政官の仕事はダルマスカの安定を守ること、そして兄はどんな仕事もできる人です。今はうまくいっていないかもしれませんが、ラバナスタの暮らしはきっと良くなります。大丈夫ですよ、兄はすごい人ですから。あの人怖いんです。え、すいません、お兄様のこと。でもあの戦争で傷ついた人がたくさんいて、私も孤児です。帝国が怖いんですね。パンネロさん、